奈美さんお疲れ様ですで、す今回の舞姫大学特別講義はまあ奈美さんへのね直接メッセージにもなるんですけどもこれ関係する人が多いと思うんですがそうなんですよやっぱりね40代とか50代になっての恋愛事情なんですけどもいやー結構ね冷ややかでねまあ独身の男性女性にかかわらずやっぱ独身たるる原因があるんですよね、まあ、私がまとめるとまあ金がない体力がないなんか意欲っていうか意識がちょっと 悪いといいいいとととうころででねね <laughs>、うん、だからこう会いたいと思えない人な人んですよ、ね、しかも、うん、誰かに対してアプローチをかけるわけでもなくっていい人いないかなと思っていてもまあそのいい人に出会うための道を通っていないっていうかね普段の暮らしの中で偶然誰かと出会えないだろうかみたいなそのいわゆるシンデレラロマンスですよねこちらから何もしてないけど向こうからなんか飛び込んできてくれるみたいなね <laughs> そんなメロドラマを 思い描い描てるのではなかかろうかと例えばね図書館や本屋さんに行って高いところの本に手を伸ばしたら向こうの方からも手が伸びていてその手があっって言って触れてねで気が付くと男女が見つめ合っていたみたいな、まあ、そんなことを想定しているのにもかかわらず本屋にも行かないし図書館にも行かないみたいなわけでしょ。だから毎日毎日日自分に関心のないい異性と出会っていて 恋愛感情が起きそうもない人と過ごしていて、いい人いないかなって言ってるわけですよね。うん、だから出会う人出会う人とときめいてしまえばね、いい人いないかななんて思わないわけですから、それはその通りなんですけども、じゃあ歩くルートを変えないとねとかね、人生を変えていかないとねっていうところなんですよ、うん。で、片っぽではそういうふうに、まだね、決まったパートナーがいない人が、いない行動をとっているっていうのが一つなんですけども、実はこれね、パートナーがいる人とか、結婚した方はもっと、おー 有害ななな人間になり下がるわけなんですよこれは二つの意味があってね自分には決まった人がいるからもうすでに自分の魅力磨きをやめる人なんですよねもうどん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 しょうもない人間になっていくんですよでそれを見てるのが結構ね一緒にいる人としては結構辛いというねうんなんかこう、まあ、いわゆるぐうたらになっていくとかうんなんか恋をした頃の人間ではなくなっていくなとかねなんかサボり続けてるなとかね くだらねえなみたいなことを身近にううからここそ見えてしままといろがありますねだからそれは少なくともあの、まあ、パートナーに飽きるわけじゃなくってさすがに今の姿で出会ったらこういう心起きてねえよみたいな風になっていくっていうことなんでしょうねだから常に時間が経つほど賢い人間だったりとかね意欲的な人間だったりとかしていかないとうん、まあ、なんかこの下手に別れられない分だけにものすごく厄介になっていくっていうことがあります。 でもう一つはね、まあ、そういうふうに自分には決まった人がいるからっていうふうな形でその折りの中に入ってね決まった人がいないいわゆるまだ独身でふらふらとしている人ふらふらっていう表現も私も良くないんですけども独身でいる人に対してものすごく、ね、冷たいというかね「あかわいそうねあの人」みたいになっちゃうわけなんですよ「こうすればいいのにね」みたいなねの大したアドバイスでもないことをさも成功例のように振りかざす人もいるわけですよいわゆるマウントを取って感じです。 まあこうやってどん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 ねなんかこう、まあ、失われていくんですよねうんどちらにしても人間が腐っていくっていうかうんまあひどい表現になりますけども私もねまあつまりはいい人いないかなっていう人にはいい人に出会うための行動が足りてないっていうところはもちろんあると思いますでもう片方ではいい人に出会えたのにそのいい人に対して 自分自身がいい人と思ってもらえるようなことをやめてしまうっていうねさらにいい人いないかしらっていうふうに困ってる人に対してものすごく冷ややかというかねまあともすれば馬鹿にするような人格が整っていくっていうことなんですようんだからここもねなんかこうすごく薄ら寒くなってきて私自身すごくこういわゆるね昔の表現で言うとヘドが出るような感じなんですけどねだからあんまりこの人と関わることがうんなんかこう嫌になれるっていうかねまあ嫌って言ったらまたね 安っぽい表現なんですけども、うんとかせにゃいけんなというところですよまあそうじて言えば、まあ、まずはねそのあのちょっとなさすぎるんですよ何かも、ね、何もかもなさすぎるあのどちらにしてもは思いますねちょっとこう理想も夢も希望もなさすぎてつまりは目指すところがないから目指す自分になるわけがないんですよね <laughs> それがまああのすべてじゃないですか。いい人いないかなと思いながらもいい人を目指してないから、しかも自分がいい人になってないからいい人に出会えるわけがないっていうそういう冷たい現実があるかなと思います。まあこの辺でねあの私は回答がないんですよ、うん。結局はどこに向かうか決めてない人にあっちに行こうぜって言ってもついてこないわけですから。うん、欲望を喚起しなければ結局は欲望のために何かを 歩みを始めようかななと思わないんでだから欲望にもっとね素直になることと欲望が湧き起こるような生き方をしないといけないかなと思いますね。あれが欲しいこれが欲しいっていうふうになんかかつてのね私たちは思ってたはずなんですけどもその私たちですら今なんかないものがねいいミニマリストみたいなねファイヤーとかね手放すことが美徳みたいになってますけどもそれは十分に手に入れたことがある人が言えることであって。 まだ両手両足がねぶらりと空いてる状態で何もいりませんっていうのはなんか今の伸び悩む日本の経済そのものを指し示してるんではなかろうかと思ってしまいますね、えー。ということで今回は足らずに気づけということかな。<laughs> なんかまとまりない動画になりましたけどもナミ、えー、さんこの辺どういうふうにしていけばいいんでしょうか。うん私もなかなかかね、40代50代代のの人の お金のこととか恋愛のアドバイスにお答えしてきましたけども本当につかみたいと思ってくれてるのかなもしくは本当につかみたいと私が思わせているのかなっていうところにいつも堂々巡りがあるんですよね動画をご覧になっている皆様もどうすればいいのかなとどうすれば自分の欲望が満たされていくのかなと素晴らしい人生だ自分の人生大好きと思えるような方向に足が向くのかなってことをね一緒に考えていければなと思っております 真姫大学特別講義まだまだ続きますそれではいってらっしゃい